あ、勢い、いや、ギリギリ、いくよ。ほら、あ、迷惑、ごめんなさい。ドドドドドドってできたから、いける。ちょっと迷惑した、ごめんなさい。でも結構、つく。あ、つくよ。分かった。こうやってつけて、こうやってやったら上がる。こうやって、こうやってつけてからやったらいいんじゃないですか。やってみてください。こうやって最初つけてからこう上げたら意外と長くできますよ。ありがとうございます。じゃあ柔らかいってこと？私まだ、ね、これはとか言って全然見えないの。こういうやつ、これが開脚だとして、こういうやつはもうつくんですよ、ちゃんと。こうちゃんとこうなるの。こうじゃなくて こうなるんですよ。おでこもつく。これは柔らかいの？私。でも昔はベターってついたから、あれが理想だよね。毎日の継続、頑張りましょう、一緒に。明日もやりましょう。思い出したらやりましょう。じゃあついでにこう体育座りして、右足の足首を左足のなんていうの、太ももの上の方、太ももの下の方、膝に近い方に寄せて、こうなってる。あおちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。そしたらこのお尻の方が伸びるね。反対側、こうなってる、左足今で、ここに膝がある。ヘイブンさん、抹茶たい焼き、ありがとうございます。ここに膝があります。こっちに足があります。ここに、よし、こんな感じ。ここでできるのは。のび太くん、これをちょっと頑張りましょう。一緒に、ちょっとお尻引きますね。よし。ちょっとずつ、ちょっとずつ。ね。ストレッチイベント、そんな私は知識がないが。ね。頑張りましょう。柔らかくなりましょう、一緒に。こうだね。でもこの配信でやってれば、なんか毎日できそうな気がする、みんなと一緒に。そんな気がしてます。どうですか、皆さん。
まあちょっとお仕事中とかは結構厳しいかもしれないけど、なんか多分私朝でも昼でも夜でもやると思うので、できるときは私も配信してできるときはやるので、皆さんもまあお布団の上だったりとかやってみてください。一緒に健康になりましょう。積み重ねが大事。ジャージ履いて待ってる。レッスンあるのにいる。レッスンあるから余計にさ怪我しちゃよくないよね。頑張りましょう、頑張りましょう。ストレッチ、ストレッチ用のマットはあるんですけど、まあ配信の時は無理だよね。夏音ちゃんがしょこちゃんと走ってみたいってさっき言ってたよ。嬉しい。夏音ちゃんはシャトルランがすごいんですよね確か。レッスン前ストレッチします。最近はみんなでっていうのはやってないですけど、うん、します。おのおので。競歩がすごいってすごいですね。競歩はちょっとやったことないですね。人生しないよね。バーミル。本気の競歩は疲れる。早歩きってことでしょ。すごそう。学生の時廊下走っちゃいけないから早歩きしてた。そうね、それぐらいしかないね。恐怖。電車に乗り遅れそうだけど走るのはちょっとめんどくさいなって思った時恐怖やってますよねみんな。乗り換えとか。みんなしてるね競歩。競歩というよりかは早歩き。めっちゃ早い。え、競歩やってる友達は歩くのめっちゃ早いってことですか、そもそもが。あ、それは普通なんだ。それも早いのかと思った。そうだ、あの浴衣デーあるじゃないですか。今日ちょっと可愛い浴衣を見つけてしまって買いました。あの浴衣屋さんみたいなところで、浴衣屋さんっていうのか分かんないけど、浴衣、新しい浴衣買っちゃった。さくらさん、くむちゃん、ありがとうございます。そう、そこの浴衣屋さん本当になんかおじいちゃんだったんだけど可愛かったです。
マジ可愛い。袋はどこだっけみたいな感じだった。なんか浴衣とかそのなんかなんだろう、ちゃんちゃんことか多分そういうなんか浴衣がメインのお店っていうよりかはそういうなんか草履とかも多分売ってると、なんかそういう感じ。個人店わかんない個人店なのかもしれないですね。なんかこれが似合うよっていうわけでもなく、あの普通になんか買い物を待ってくれてて吉屋さん、流れ星ありがとうございます。可愛かった。なんか2個で迷って2個とも買っちゃったから着ようと思いますなんも言われない方が見やすい、うん、見やすいです。8月の浴衣デーはいつだっけな、8月の2着買いした。8月20日ですね、20日です。です、お願いします。浴衣は自分で着れますよ。もともと歌舞伎やってたので、小4の時に、違う、小5小6か、小5小6の夏休みに歌舞伎をやってたので、そう、あの着れる、そこで着方を習って着れるようになりました。ちゃんかなさん、はじめまして、コラボでしょこちゃんが一番気になってます、ありがとうございます。末永くよろしくお願いしますよろしょこ、そうなんです。で、切れるようになりました。やったね。コーヒーさん、くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ショコラ。ヘイブルさん、バラ、ありがとうございます。4部と5部、浴衣でやるんですけど、4部と5部、どっちもどっちも違うお洋服、あ、浴衣を着るので楽しみに。チェケさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。小浜夏祭りも浴衣見れるのかも、わかんない、全然わかんないです。この上位の1週間後だからさ、怖いよね。パッて切り替えて、パッて覚えなきゃ。この上位浴衣、去年はなかったですよね。ゆうちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。そうだ、明日受付ですね。お話し会等受付です。ひでちゃん、くまちゃん、ありのみさん、どんぷりありがとうございます。ぜひゲットしてください
また完売が、誕生日以外にも完売多分出ないと、追加枠出ないと思うので、あ、完売違う違う違う、誕生日以外、誕生日は多分もう完売していただいてありがとうございます。あの、完売したんですけど、他の日程が多分全然だと追加枠がないかもしれないので、よかったら他の日程もゲットしてもらえたら嬉しいです。あとは何だろう、何が見たいか教えてください。あ、ワンピースデーとか入れようって言ってたよね。じゃあワンピース着る日、9月16日ワンピース、ワンピースデーデーってだけで、他の日程もワンピース多分着ると思うけど他の日程でも多分ワンピース着るんですけど、絶対にワンピース、え、ワンピースで欲しいですか？ワンピースでなんか欲しいって聞いた気がしたんだけど、ワンピース、野球デーも作りたいけど、どこに入れたらいいのかって感じなんだよな。スポーティーデーがあります。スポーティーデーはスポー、ユニフォームを着るっていうよりかスポーティーなお洋服って感じなんですよね、うん、どうしよう、なんかベイスターズデーを入れるか悩んでる。9月17日か30日があるんだけど、スターズデー、でももうね、意外とね埋まってきてるよどうしよう、17か9月の17か9月の30か11月の5日しかもう空いてない本当はだってデビュー日、デビューの後とか、なんかいろいろありますけど、そう、意外と埋まってるんだよね、ありがたいことに。皆さんがこれ見たいっていろいろ言ってくださってるおかげで。9月、どうする、9月17か30ですよね、うん、
17にしておきますか。17だったらちょうどぐらい。8月はね、結構あれだもんね、話すことがいっぱいありそう。イベント、夏のイベントがいっぱいあるから、8月11は多分話すことがいっぱいあるから、お洋服ってよりかはもういっぱい話しましょうって感じなんですけど、17か30、野球でいいのかな。うん、多分8月11日は話すことがいっぱいあると思いますっていうことだけ言っときますね。イベントがいっぱいあるから、なのでぜひたくさん会いに来てくれたら本当に嬉しいです。そう、話すことありすぎるから、まあ、お楽しみににしておきます。お楽しみというか、もともとはイコノイジョイの感想待ってますって書いてあるけど、まあそんな感じでなんかこうお話メインにしようかなって思ってます。17と30てか野球のユニフォームのさ見たいですかみんなっていうね。なんか何が見たくて、なんか何が、まあ、見たくないってみんな 言わないと思うんだけど全部何でも見たいよってなんかみんな言ってくれると思うんだけど、何が一番見たいのかがちょっとわからないんだよね。うーん どうしようかな。でもさ、結構対面の時にその野球のお話してくれる方が多かったから入れたいなって思ってはいるけど、えちゃんかわいい、ありがとうございます。どっちがいいですか？17と30。16、17はね連続のなんですよね、同日 で16をワンピースデーにしてます。30が多いね。じゃあ30にしようかな。30が野球デーにしとくね。そしたらさ、他のチームの方もさ来やすいんじゃない ?30 にしますね。2連続で30ってきたから、そうしときます。そうしました。明日も ALT 待っててください。なんかさ文字数が入んないんだよねっていうね。4つ受付がありますよね明日のお昼から。この以上サイン会、14枚目サイン会、お話し会、対面お話し会がありますよね。
いいよ。カレンさんこんばんは、ありがとうございます。ゆちゃんパン焼きありがとうございます。抹茶味ありがとうございます。みんなぜひ会いに来てください。まあなんかそのデビュー待ってます、デビューのお祝い待ってますとか、イコノイジョイとかお話待ってますとかいうやつはどうしよう。イコノイジョイの感想待ってますっていうよりかは夏イベントのお話し会待ってますにしようかな。よし、うん、ヘイブンさんあらありがとうございます。ヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。まあそんな感じで一旦やりたいと思います。普通になんかちゃんと考えるけど、なんか多分4部と5部であの統一はしてないかなって思うかな。としみさん星ありがとうございます。楽しみにしております。待ってます。他の日程も完売できたらいいなって思ってます。対面もあるからね。ちょっと難しいよね。お話待ってますね。お話し会できるの楽しみにしております。どれも来ていただきたいけど、まあね、お財布とのお相談があると思うのでお相談だってそうあると思うのでね、私もよくやります。本当にこれでいいのだろうかってまあじっくり考えて会いに来てもらえたら嬉しいです。できるだけ会いに来てくれたら嬉しいですね。そうね、イベントもいっぱいあるし、なんかイベント自体は結構バラバラ、お話し会とかもバラバラにあるんだけど、その支払いが固まってるみたいなんですね。支払いが固まってるらしくて、そう大変ですよね。対面申し込むねってありがとうございます。お待ちしております。本当に本当にまたいつ会えなくなるかわかんないからね。リュウコリンさん初見ありがとうございます。対面どのぐらい申し込むか、この後か友達と会議です。わかんないよね。対面今回は2回2日間あるんですけど、多分そっちも4部売り切れなかったら多分3部とか2部とかになっちゃうのかなとは思ってます。
もともと3部だったしね、とは思ってます、ね、昔は1部とかもあったからね。全部待ってますって感じですね。うん、今日寄ってきました。大きかった。大きいんだ、すごい。綺麗そうとか。新しくできたんですね。ふちゃんの話が楽しいと。ありがとうございます。そうやってお友達にもぜひ誘って会いに来てください。オリンピックの会場なんだ、すごいね。あ、オリンピック用に作られたんだ。そうなんだ。めっちゃ広そうね。めっちゃ広そうですよね。楽しみです。でもさ、その会場のなんとかホールとかそういうんじゃなくて、ルルルタンダさん、抹茶たい焼きありがとうございます。いや、取ったで。東京住みの友達の家、やばい。5月18日会議。ほう、この前じゃないですか。すごいですね。抹茶をめっちゃに聞き間違える。抹茶。めっちゃたい焼き。まあ、めっちゃたい焼き飛んでるけど。じゅんちゃん、キュンキュン。バナナさん、欲しい。ありがとうございます。お魚さん、めっちゃたい焼き。